宮古島大学駅伝ワイドを済み2024、2月11日、沖縄、宮古島市陸上競技場発着イコール極間105キロ、の主催者は18日、10校、11チーム、の出場校を発表した。第100回箱根駅伝、23日、で3位の城西大、5位の国学院大、6位の法大、10位の大東大と4校のシード校、10位以内、をはじめ、 11位の東海大、14位の立大、17位の順大が参戦する。第100回箱根駅伝予選会、昨年10月で時点の14位で敗退した東京国際大、予選会18位の仙台、23位の芝浦広大も出場する。昨年大会優勝の東洋大は欠場となった。城西大は2チームを編成するため、計11チームが宮古島で熱戦を繰り広げる。 1>, 1区195キロ、2区218キロ、3区22キロ、4区24キロ、5区186キロの5区間105キロ。箱根駅伝の片道と同等のスケールの大きい駅伝だ。各区間ともアップダウンがあり、タフなコースだ。各校ともに3年生以下の選手が中心となる見込みで、第101回箱根駅伝、来年1月に3日、 に向けた最初の試金石となる重要な一戦だ。事実、昨年の宮古島大学駅伝を制した東洋大は今年の箱根駅伝で4位と検討した。今回の箱根駅伝では最終10区で10位から11位に交代してシード権を逃した東海大は、宮古島から箱根寺へ巻き返しを図る。諸角林監督、57、は3年生以下のベストメンバーで臨む予定です。 と意欲的に話す。兵藤樹だ、2年、箱根駅伝1区5位、花岡俊也、2年、同2区13位、野島健太、3年、同4区16位、南坂優太、1年、同8区7位、ロホマンシュモン、2年、同10区20位、長本州1年、登録メンバー、ら主力選手の中から5人を選ぶ考えを明かした。 箱根駅伝でチーム史上最高の3位となり、勢いに乗る城西大が2チームを編成することも今大会の見どころの一つだ。沖縄の社会人、大学生、高校生、中学生による沖縄選抜チームは、同じ総距離の105キロを極寒ではなく細分化してオープン参加する。今後の沖縄の長距離走、駅伝の強化につなげる。大会名の、ワイドオズミ、は宮古島の方言で、 ワイドは、頑張れ、ズミは、最高、の意味。宮古島で、頑張る、学生ランナーの、最高、の走りが期待される。大会の公式ホームページ、https:// <ッ>宮古島駅伝 .com では、大会と出場校を支援するクラウドファンディングと観戦ツアーを募集中。クラウドファンディングでは、出場校を支援すると、 返礼品としてそのチームのユニフォームとタスキがデザインされたステッカーなどが用意されている。観戦ツアーは大会終了後のアフターパーティーや大会翌日の12日に開催される出場校の選手や人気ユーチューバーのタムジョーさん、提供大 OB らと一緒に楽しめるファンランイベントの参加券がついている。詳細は大会ホームページに記載。